はい、こんにちは、グリードです。今日はゲームプレイに行く前にある企画の結果発表をしたいと思います。少し前にコールオブデューティー公式さんで MW2 Warzone The Coolest Weapon Contest というわけでクールなカスタムを投稿して商品をゲットしようという企画がありました。なんとね、こちらの審査委員長に僕グリードが、就任いたしまして、応募のあったかっこいいカスタムから5名ほど選ばせていただきました。キャンペーン内容はそのかっこいいカスタムの画像を投稿した5名の方に2400の COD ポイントプレゼントという、企画だったんですけどね。判断基準としてはもちろんデザイン、あと独自性だったり、あとそのカスタマイズをした設定ですね。こういうシチュエーションを想定したのでこういうカスタムにしましたとか、それらでね、ちょっと判断をさせていただきました。それではまず第5位の方、ゴッド中村さんのショットガンにマスターキーショットガンを乗せた最強ショットガンというわけで、ショットガンオンザショットガン、非常に頭の悪いいいカスタムだと思います。アピールポイントとしては KV 自体にはスラグ弾とスナイパースコープをつけているので近距離中距離対応可能です。ただショットガンにショットガンを乗せるっていうのは前から一部のユーザーがやってたんですけど、まあスナイパーとこのスラグ弾を組み合わせて中距離もいけるとね、なんかおっしゃってるので、そこは新しいかなと思ったので5位にさせていただきました。次、第4位、 W さん、ハック M マークスマンライフルのカスタマイズです。アピールポイント、最近公開されたモダン3のキャンペーントレーラーから、で登場するチャーリーチームが装備するマークスマンライフルを妄想ビルドしました。最新サーマルオプティカルに、ブースターがついて、中距離から遠距離の火力サポートから近距離の勝ち込みにも対応、暗闇に溶ける、黒色と 6.5mm のクリードモア弾の威力に、敵は震えることになります。ここでまさかのまだ発売されていないモダン3の、武器を再現しましたということで、かなり、グッドポイントでした。デザインもね、さることながらこの細かい妄想設定、非常にグッドだと思います。さあ第3位ですね、ナハトメロディエンさんでよろしいでしょうか。タック V のカスタムです。アピールポイント、敵部隊の占領下にある自国大使館に使わされた人質救出チームが使用する武器をイメージ、室内戦闘が予想されるため取り回しの良さを優先したカスタマイズとなっている。あえて迷彩を使わず複数の設計図を組み合わせたツートーンカラーが特徴。この作品はですね、もう設定がいいですね。この設定の細かさ、いや、こういうのを想像しながらカスタマイズするときが一番楽しいんですよね、このゲーム。このツートーンカラーがね、こうオリジナリティがあって非常に良かったです。第2位、 K さん、 SAB のね、マークスマンのカスタムです。アピールポイント、未来の兵士が使うエネルギーライフル、命中率、反動制御が最新技術により共に優れているため、最大限のコンパクトな形にまとめられており、ドットサーマルサイトとガンスクリーンによる高度な戦闘アシストが期待できる。いや、これ素晴らしい。全部いいですね。まずね、この現代戦のモダン2において、この未来系の武器のエネルギーライフルを再現するっていうのは非常に面白いし、未来だからこう技術がね、発達してるからコンパクトでも反動が少ないっていうね、設定だったり、いや、妄想を詰め込んだような銃が素晴らしいと思います。ただね、これをね、1位にして使ってみたかったんだけど、なんかね、どのバリアントを使ってるかわからなくて、ちょっと再現ができなかったんですよ。もしかしたら僕の見落としがあるかもしれませんが、これどうやって作ったのかな、なんか同じね、アタッチメントにしても作ることができなかったんですよね。いや、これすごい使いたかったなって思いました。さあ第1位、 C さんですね。 M13B の、カスタマイズになります。米国や英国の特殊部隊をイメージして M13B をビルド、 CQB から、中距離を想定、軽量ストックで素早いエイムと良い取り回し、サイトはどの距離にも対応できるようハイブリッドサイトへ、グリップは現実世界でも流行りのアングルドグリップ、昼間でも暗い CQB 用にフラッシュライトを装着、迷彩は素材の味を生かすため黒。というわけで第1位は C さんの M13B のカスタムに選ばさせていただきました。いや、素晴らしい。もう何でしょう、これフレンチシェフのあの料理紹介みたいでしたね。素材の味を生かすために苦労みたいな。いや、もうそれぐらいで設定が素晴らしいです。
現実世界でのこう流行りのねアタッチメントを取り入れるっていう、多分相当銃にお詳しいんだと思います。でさらにこう昼間でも暗いね室内戦も予想されるからフラッシュライトつけたりとか、本当にこう現実の戦闘を考えられた銃だなと思ったので第1位にさせていただきました。まあ今回僕が勝手に順位をつけたんですけど、5名の方全員に2400の COD ポイントが送られるはずです。なので5名全員おめでとうございます。というわけでこの第1位の M13B のカスタムを作ってまいりましたので、今日はこちらを使ってマルチプレイを何試合かやりたいと思います。このマップの限定ルールなくなっちゃったんだよな、もう確か。よいしょー。あ、ここ撃てるぞ。見えないけど、見えないけど、いるな。いるな。旗を取ってる。敵は C。あ、こっから C 撃てるじゃん、これ。え、強っ。で、そこいる。こっから C 撃てるんだったら、ここいるの最強じゃない？待って、C 取られてる。あ、見えへんわ。絶妙に見えんか。で、若干諦めた人たちがこっち来るから、こっち倒す。あ、これ最強ポジ見つけたわ。あとは、ここ取って、そこやって、そこやって、ミューニション出す。あ、ちょっと間に合うかな？いや、間に合わないな、これ。こういう時は顔出さない。あの、こっち側から、二人来てるから、オッケー、一枚やって、そこフラグ入れようか。味方が上がったから多分後ろ湧きそうだな、これ。で、C 湧いてるから、これ C に落とすんよ。で、C を諦めた組が何枚かこっちに来るはず。危ない。これフラッシュだな。フラッシュ入れてから、ここやって、ここもやるじゃん？で、アドバンス出すじゃん？で、位置はバレてるから、あんま長いはしたくないなって言ったら死ぬんですよ。でも、最強ポジ見つけたね、これね。で、そこやる。もう一枚湧いてる、やる。で、これ C 湧き。さすがに湧いた人たちは C 行くんじゃないかなと思うんだけど。倒して。どこやって後ろか。あー、これは無理。惜しい。ってことは、まだ手前まで来てないから。OK。多分屋根下らへんか？なんかすごいとこ入ったぞ。そこまだいる。顔は出してこない。ならばこちらからハンドガンでいきます。はい。電話キー。はい、指重ねて。ああ、惜しい。うまいな、これは。ここやる。どっち脇かな？ A が岩脇か。手前に張り付いてる。そっから出てくる。ナイス。これ C 来るね。こっから C 見れるのマジ強いな。フラッシュ入れて、ハイブリッド使おうか。どうや、このハイブリッド削れてはいる。よし、1枚ぐらいこっち来そう。いや、ハイブリッドめっちゃ楽しい。僕の真下いるってことは、いや B もいんのか。B は止める。これ、ここ最強ポジや。これ。あ、ここが強い。あー、バレた。さすがに。で、フラッシュ入れれば？お、ちゃんとトロフィー焚いてる。危ない。まだいるな、まだいる。ただ、ここか、上から撃てるの知ってる。まだ来てる。弾補充して。上レーン。倒して。最終。これまだ来るな。フラッシュ入れて。当たる。ガングライダーな、君。あ、でも反応してくる。うまいね。はい。そこいる。下が回ってきたら調子が良くなるし、よりは。喋れば喋るほど、プレイが良くなる。で、あえて C 側に落とす。これ、湧いてる。弾がない。俺に弾をくれ。V トール呼んでるから、結構一緒に撃てるはず。これ、ハイブリッドサイトの出番。
ハイブリッドサイトの出番。来てるよ。まだ C 来るはず。で、諦めたのが B 来るはず。OK。完璧、完璧。あー、下回ってきた。下回ってきたぞ。危ない。ま、もう弾がない。ちょっとミューニション出るまで待機か、これは。危ない。あー、角がー、あ、うそー。やはり一番の範囲は弾がない。いや、でもこのカスタムめちゃくちゃいいな。覗き込みよし、反動よし、見た目よし。いや、あと何キルだったかね。いや、でも一回死んだから、30はまだまだだった気がするけど。